Yeah.
以上に楽しめたわ。それは少年たちの絶望する表情を見たいのか。新しい芸術リークとミリアはまるで電源が切れてしまったかのように動きを止め、もう動きを出すことはなかった。残された少年たちはこれ以上ないであろう絶望に突き落とされる。そんな中でフランチェスカは狂ったように兄の姿を探し続けていて、魔女はそれに気づき何気ない風に告げて、あんたの探してる大好きなお兄ちゃんももうとっくに死んでここにはいないよ。今回の戦闘結果です。